よっしゃ、飲もうっと飲もうっと飲もうっとっていうか、この後ライブするんですけども、はい、どうもパテマス協会でございます。というわけで本日は俺がつらんで打つかな、ピントピント来いってこれどうしたらいいんやろ、タッチした方がいいかな、あ、こっちがいいか、タッチしようか、これからね。はい、イカゲソゲソ、イカフライとあのチキンのなんかあの、なんか骨付きのやつとあのトマトでございます。はい、これで私は本日あのライブを食べようかなと思うんですけど、ライブで食べようかなと思うんですけど、もうとりあえずまだ1時間前なんで、もう俺も仕事終わりなんで、ちょっとパッと1杯ぐらい飲みたいんでね、今から1杯飲んでやりたいと思います。とりあえず乾杯。あー、うめえ、鶏食いたいわ、せっかく買ってきたし。うまい。うん、ライブする頃にはなくなっとるかもしれんな。1週間終わりましたね、私もね、このお仕事1週間、明日明後日と、まあ、世の中の皆さん4連休だそうですけども、明日明後日も私も皆様と同じく休みですんで、あ、お疲れビールですよ。まあ先週は、先週でこの前の休みでよく遊んだんでね、まあ、よく遊んだいうほど遊んでないかもしれんけど、まあ満喫しましたんで、休日をね、もうこの2日ほどは出たところで人が多いので、まあ、お家でもあったりと、ゴミ、あー、ゴミ捨てできへんやー、タンタン、ゴミ捨てできへんけ、これは一大事だ。なんか先週俺ゴミ捨てできてない、お出かけしてたんで、前回の休み、前回の日お出かけしてたからゴミ捨てできてない、今回のお休みも最善ゴミ捨て、やべえ、どうしよう、車に積んどこか、まとめて出してね。やだ、祭日ってろくなことねえわ。あ、そうそう、今日ね、もしかしてちょっと激怒パテもそうなのかもしれませんけど、私結構ネットで買ったり物売ったりするんですよ、いらなくなったらネットで販売すると。最近でさ、メルカリにしろ、ヤフオクにしろ、あとまあジモティとかね、あの辺とかでもさ、値切り交渉ってあるじゃないですか。俺だっけなんですよ、あれ、あの、俺が下げんやったらいいけど、言われて下げんの嫌いなんですよ。まあ例えば8000円出してて7500円とか7000円ぐらいになりませんかって言われんやったら、まあまあそうやけど、まあまあまあ下げへんけど、俺はあのいきなり値引きは可能でしょうかとか来るやつとかさ、無視ですかね。だからそもそも俺はあの商品の詳細欄に値引きの対応は しませんって書いてますから、あの読んでねえやつ、あの個人の、前もこれ言ったけどさ、個人同士のやり取りやってんのに、どう、その商品の詳細欄をちゃんと読まへんってどういうことと思うんですよ。俺よく読んでないの、もう書いてるやんけ、書いてることいちいち質問してくんねやボケってなるんですよ。俺うちの動画詳細欄は
読んでない人多分多いと思うんですよ。読んでって言ってんのに書いてんのに、読んでって書いて、1回は読んでって書いてんねんけど、まあ、読んでない人多いから、まあ、似たような質問があったりもするんですけど、まあそれはしゃあないやん。気軽に見るし、お金のやり取りも発生してへんからさ、まあそれはまあええかなと思うんですよ。まあそういう人がいてもね、見てや動画詳細、一応一回は一応ね、うん、質問する前にまず見てって思ってたんですけど、まあそれはさておき、あの書いてんのにもかかわらず値切りできますでしょうかとか、もうそもそも金額書いてくれるやつ、例えば8000円とか言ったのに5000円ぐらいになりませんかとかね、ふざけんなやみたいな。俺ね、少なくとも1割以上値下げしてくれっていうやつっていうのはカチンとくるんで、でもそのまで売るんやったら俺そのぐらいの値段設定してますけどみたいになるから、もう返信しないですね。なんなんやろね、あれ、ああいうやつら、お前ら基準の金額で売ると思ってんの大間違いみたいな、そんなとこってやつ探せやみたいな、うん、って思うんすよ。結構ね、メルカリで言ってくるやつがさ、まあまあ頭おかしい金額言ってきません？アホっちゃうみたいな。ロコは思うんすよ。無視しますけど、うん、無視か削除しますけど、そういうコメント、うん、本当ね、ムカつくやつはたまにいるんですけども、まあ、そんな話じゃないですか、うん、まあ、そんな話なんですけどね、ちょうど値引きをね、いきなり言ってきた人いたんですよ、実はね、うん、でね、まあ何を売ったかっていうことはまだ別として、老眼鏡いるな、大丈夫か、あの、はじめましてと、まあ俺が出品してたものを探してましたと失礼だと思いますが、最近入手困難なのは分かりますが、全国的に見ても金額は高いように思いますと言われてね、あ、そうなんやと。俺はまあそのやつに関して俺は適当に金額つけたから、別に売れても売れへんでもええと思ったからね。でその人は他の出品者を見ていくらで売ってたと、だけどそれを見飛びついたけど、まあ、送料の問題で無理やったということでね、うん、なったと。でまあそれを俺は一応調べたんです、ほんまかなと思って、まあ、調べたのがあったの、実際ね。でまあ俺が出しているのが、まあ、例えば8000円としたら、6000円ぐらいになりませんかと、なんとか、うん、他のものも一緒に買いますのでと、うん、よければで、いきなり値引きの話持ち出すのは失礼だと承知しています、不愉快な思いをさせられたな、されたな、無視してください、よろしくお願いしますって言った。感じええやんあ、いいよって言ったよ、俺だって別にその金儲けでやってるわけじゃないから、まあ、いいよ、じゃあそれやったら、いいよいいよって、まとめてそれでいいよって言って譲ったんですけど、これはね、いきなり値段交渉してきた割には いいよって思いました、うん、言い方一つ、うん、言い方前も言いましたけど、ドヤ顔で書く、料理評論家気取りのやつらとかもたまにうちらのコメントでも言いますけど、うん、言い方なんですよ、単純に言い方がムカつくから、こいつが正しいこと言ってても俺は罵倒してしまうという、心の狭き中年男子に育ちましたんで、うん、まあそれはね、もしかしたら俺はそういう男だ仕方がないですよ。ただね、またこれに反して最近スーパームカついたやつがいまして、うん、そいつばどうして終わろうか、まあこれもまだやりとりね、うん、こいつはね、まあ、例えば1万5000円出してたものですよ、ある意味ね、1万5000円ぐらい出してたものをね、突然で申し訳ないんですが、1万5000円の1万円にしてくださいと言ってきよったんや、こいつ眠たいのお前って、うん、うん、もしそれしてくれないと他のも買うよって言ってね、うん、っていうか無理やしって思ったんですよ。いやね、さすがにその金額は無理ですって返したらね、うん、うん、まあだけど自分はこの金額でないと買わないと決めてるんでって言うよってこいつはね、自分はだけどその金額以下は出すつもりがないんで、以上は出すつもりがないんで、うん、じゃあって言うと、じゃあもういいよ、ちゃんちゃらおかしいよ、もう二度と来んなと思ってね、そういう金額のとこ行けやって話なんですけど、だからしたらね、こういうやつでも全部いろんなところで値引き言ってんだと思うんだよ、本当、俺は基本的にあんま言わないからさ、あれですけど、うん、でまたこいつ2回目また送ってきておんのよね、
あの俺が多少値下げしたから、じゃあそれだったら多分1万5000円やったもんが1万3000円ぐらいな、じゃあ1万2000円ぐらいになったと、うん、じゃあ1万1000円ぐらいやったと、あじゃあ前連絡したものですけど1万1000円まで下げてますねみたいな、どうや1万円にはなりませんでしょうかって言ってきよったしさ、お前のこの待ってた、これ1週間以上経ってるんですよ、その間お前の待ってた1週間待つぐらいやったらさ、もう1000円出してでも買えやと、あなたに対してこの1000円がその値打ちがないほどのもんやったら買わんでいいって俺言ったんですよ、思わへん思わへんかい、で1000円と2000円やったら違うかもしれない、1万円で1万1000円の差ぐらいで1週間も2週間も何回もチェックしたらこいつ来とったもんや、下がっていってんのを見てな、いよいよここまで来たかと、じゃあ言ったら1万円で行ってくれかなと、多分おぼとっと思う、もうこういう神経がでっけらいで俺は、ほんならさ、そのいや無理ですっつったんですよ、うんうん、いやそんなん来ません、こっちのテペースで下げていくし別にこっち焦ってませんので、あなたに許すよしはないぐらいで言ってやったの、ほんならでもこんばんは、本当に売れるのが気にかけて見てましたが、数ヶ月経っても売れないでいるところを見て悲しくなってきました。大きなお世話だろこいつ、うん、値下げしてさらに値下げして売るのか、それとももうその金額で売れないなら削除してください、売れ残りで僕の、友達でもため息が出ます、うん、何を言うと日本語もアホみたいなの言うと、じゃあ言っても大きなお世話だと、お前のために販売してないから二度と来るなと、うん、お前みたいなやつ売りたくないからもう二度と来ないでくださいと、お前が見たくなかったらブロックしろっつってね書いてね返してあげましたで俺はこいつムカつくからブロックしましたけど、本当バカじゃねえのこいつ、なん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 こいつムカつかへんこういうやつお前のその心と見るたびに俺のやつがあるから、いや売れてないんでいるんや、うん、だけど 俺はもうそこの金額売ろうと思ってへんし、1万円に仮に下げたとしても俺はこいつには売るつもり最初からなかったからさ、こんなこと言うやつもいるんですよ、アホでしょ、うん、そりゃムカつくっちゅうねん大きなお世話やほんまに、うん、頭おかしいやつ多いんですよ、まともなふりして、うん、分からへんよね、お前がやってることが大きなお世話だって、おせっかいを焼いてるわけでもないじゃん、アドバイスしてくれてるわけ、もうアドバイスじゃないよこんなもん削除しろと、値下げするから削除しろと、多分そいつそれ変えてないね、僕は常に俺のコミュニティでその金額になるの待ってんだよ、1万1000円止めてきたらこいつは1万円だから買うと思って値下げして私言ってくださいみたいなこと、もうそうじゃないけど削除しろよみたいなこと言ってんだよ、サブさんに勝ちん時でボロクソに言うてブロックしちゃいましたけどね、何様みたいな、お前でもそれ売れましたけどね売れたんですけど、実際売れたんですけど、その後違う人、そいつには売るつもりないから、うん、まあほんとねムカつく、多分ね、まあ、暴言吐かさせてもらうとするならば、昔とかやったらインターネットとか SNS がこんだけ反映してなかったから、普通は面倒向かったりとか電話で直接喋ってたのもせいぜいメールやったと思うんですよ、まあ要はそれなりに親密なから全然知らん人に言うことなかったやん、あでも言ったとしたら例えばそこの、まあ、バカじゃないお前何言ってんのって死ねえよとお前とかと終わりちゃ縁切りちゃボケみたいななって喧嘩になったりもしたりもするし、そもそも言ったらなんか言われても嫌やしって言わなかった人が多いんですけど、そういう状況が SNS ではなくなって何年も10年以上経過してもう言われないまま育ったやつらって結構いると思うんですよ、おっさんになったやつね、もう俺も含めてね、そういうやつがさ匿名性のあるとこでさドヤ顔でさ分かってるふうなことを言うからさややこしいのね、だってそいつらなんて別にさ注意もしてもらえへんや、まあ、ただ罵倒されるだけ、罵倒されたら逆に言えばネットとかでさ匿名性やしまあいいやと思うし、もう下手したら大半の人は相手しひんや、だからそういうバカとか修正されへんけど俺は言っていこうと思ってますけど、本当ね、
怒られたりとかもう言われなさすぎて育ってる人が育ってる人ってもしかしたら多いかもしれないね。俺はもう日頃からねコメントとかで罵倒されてることもありますからね。まあ割に、うん、こいつが言ってること正しいと思うけどこいつに関してはもう死ねって言いたいって思うだけで、うん、言ってる内容正しい人ももちろんいますけど、肝に銘じることもあればないこともありますけど、まあ、でもね本当ね。今日もツイッターで書いたけどね、橋本とルオテレビ出すなタグとかで盛り上がってんですよ。まあ、内容見たらまあバカみたいなのもいっぱい言いましたけど、ほんでそのタグをね出たやつがね、うわトレンドに塗りましてって喜んで書いとんですよ。なんなんお前の目的って、その意思を広げることでトレンドに乗ることなんかどっちやねんお前はみたいなね、乗せるためにやってんの。もうそもそも自分が意見に賛同してくれる人間が多いかって、なんなんタグとかもうやめたらいいのよ。あもうほんまにチェーンメールみたいなもんやんだもんね、本当にクソみたいよ本当あのタグ制度やめてほしいわうん、ああいう人が集まんやろうけど、タグ付けしてるやつ意味が分からないんですよ、うん、インスタグラムにしても俺はねやらないタイプなんで、そんなにみんなにそこをそれと一緒だとつながりたいのか、まあ、もう俺がつながりたくない症候群なんだけかもしれない、人とあんまり、こんな多くの人とわざわざ個人的にね、昔はインターネットにはこそこそね締め事とかね、自分のダークなことをブログとかね密なところで、まあ、その一つのマニアックなところでね、あのマスターベーションのようにもあの吐き出しとったもんなのね。今やSNS もね、身近な人とか知り合いとかも巻き込んで、ね、大きくすることばっかりとかになっててね、もう普通の日常生活でも気使ってて、ネットでも気使うようになったでしょ。なんかネットの良さもいまいちないな思いながらね、なぜにそんなに人と仲良くなりたいのか私にはさっぱりもって分かりません、まあ、ついてくれる人とだけほどほどに私は交流できればいいかなと思ってます。うわあ、17分もまだグダグダと言って暴言を吐いちゃいましたけど、これ俺の生き方じゃいいということにしときます。はい、それではビールも開いたんでね、開いてないわ、開いと思った。この動画いつあげよう、明日なのかもしれへんし、まあ一応この後編集してみるけど、ライブに間に合いそうやったらそれまで公開します。というわけでパテムス協会でございました。